です。今回は2023年うさぎ年イラストデザイン参戦紹介していこうと思います。まずね、うさぎさんなんですけど、基本的にね、丸いっていうことをイメージしてあげると描きやすいです。顔もまん丸だし、体もまん丸、尻尾もまん丸で、あとは耳ですよね。特徴的な大きな耳。で、あとは鼻。うさぎちゃん描くときは鼻をね、ハート、こんな感じにしてあげると、うさちゃん感が出ます。あとヒゲね。このね、3つを意識しながら描いていきましょう。うさぎのうで丸みを帯びた顔。うさぎのさで手。うさぎのぎで手。ちょんちょんと。で、あとは色をつけてあげて、文字でうさちゃんを描く方法ですね。で、これ結構文字わかりにくいんで、うさぎの文字だけ結構色変えてもいいかもしれない。こんな感じにしたら分かりやすい、まあ、あとは空いてるところにハッピーニューイヤー入れてあげましょう。文字書くときは太めのねペンで書いてあげてから、周りをこんな感じで枠縁取るように塗ってってあげると結構ね簡単で可愛い文字が書きやすいです。いきなりね枠縁から書き始めると文字をね予測しながら書くような感じになって難しいんですけど、下書きをねする感覚で太めのペンを置いてあげることで難易度も下がります。あとはね空いたところにお花とか書いてあげてもいいですよね。簡単なお花はとりあえずねモコモコって描く、いろんな色でモコモコ描いてあげた後にこの木の部分ですねの線を描き足してあげるとお花っぽく見えます。まあ、今回ね分かりやすくうさぎの文字を黒で描いたんですけど、これピンクとか赤とかでもいいと思います。はい、そんな感じで1つ目のデザイン完成。はい、じゃあ次2つ目いきます。2個目もめちゃめちゃ簡単なうさちゃんで、うさちゃんって基本白っていうイメージが強いんですけど、グレーとか水色とかでも可愛いと思います。まずね葉っぱを2本描きます。で、その葉っぱのね後ろ側に丸い円を描いてあげます。あとは目をねここにちょんちょんって入れてあげたら、もうこれだけでほらうさちゃんなんですよ。かわいい。コピックとかねペン持ってる人はこんな感じで薄くねグレーで影入れてあげてもかわいいかも。このあたりの色のチョイスとか描き方はもう本当に好みですね。何色でも良い。でおすすめは色違いでねこれ 2,3 匹増やしてあげてもかわいいと思います。あとは空いてるところにメッセージ入れてあげてもいいし、画商って書いてもいいですよね。メッセージもね、この線の横とかに、このうさちゃんのね、耳とリンクさせて、葉っぱとかね、ちっちゃく書いてあげると、もうほら、これだけでなんか可愛い。綺麗な年賀状とかを書くコツについては、色のね、統一感を持たせてあげると、より目を引く年賀状になります。これだったら、青とか紫とかも入ってるんですけど、メインは緑みたいな感じ。はい、じゃあ最後、3枚目ですね。はい、3枚目はね、まず好きな色を出します。絵の具をね。でこの絵の具は全然100均の絵の具とかでも大丈夫です。で、できれば暗めの色がいいです。で、この出した絵の具の上から筆を置いていくんですけど、ここはね自由、好きなように動かして良いっていう感じで、ただこうやってねくるってしてあげるといい感じで絵の具がね混ざってくれます。上からね白いうさちゃんを描いていきたいので、できればねこう暗めの色の方が白がしっかり映えてくれますね。上からねこうやってちょんちょんってしてあげるとなんか葉っぱみたいな感じにもなるのでおすすめ。あとはね、絵の具ちゃんが乾くまで待ちます。でね、完全に乾いたら上から描いていきます。めちゃめちゃね簡単で可愛いうさちゃんは、まずハートをね横向きに描きます。なんかね色塗ってあげてもいいし、こういう線だけでもいいと思います。で、ここにお団子を2つボコボコってさせてあげて、左側はお団子1つっていう感じで、あとこの空いてるところに丸を描いてね尻尾を描き足してあげて、なんか塗ってあげればめちゃめちゃ簡単にうさちゃんが出来上がります。最初にね言ったように、もう本当にねうさちゃんは丸みが大事、もう基本的にね丸をめちゃめちゃ意識してあげる。で、よりねリアルっぽいうさちゃんに近づけたいなら、耳はそんなに大きくしないでいいと思います。まあ、うさぎさんね飼ってる人わかると思うんですけど、うさちゃんってそんなに言うて耳でかすぎないんですよね。なんでパッと見うさぎだってわかりやすいように結構こう誇張してね耳を大きく描きがちなんですけど、本来はそこまででかくないので、リアルなうさぎに寄せたい人はちょっと控えめな耳で大丈夫だと思います。今もっと華やかさを足したい人は、こういう空いてるところにね色を入れてあげてもいいと思います。ピンクとかオレンジとか、うさぎにこうやってかぶせちゃっても可愛いと思います。あとはお花のね隙間にこういう茶色いペンとかで木の枝をね描いてあげるだけで植物に見えてきます。はい、OK
け。シンプルかつ絵の具で描いてるので、しっかり手書き感もあるしね。これはかなり喜ばれるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今回はね、ざっくり年賀状のアイディア集でした。他にもね、たくさんいろんな動画やってるので、よかったら見ていてください。で、ちなみにね、私が描いた線画の年賀状も別の動画でね、プレゼントとしてゲットできる内容で紹介してるので、これがね、もし塗り絵感覚で欲しいっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄に貼っておこうと思います。はい、そんな感じで完成です。じゃあ皆様良いお年を。バイバイ。